格闘キャストへようこそ。僕の名前はナオトです。シンです。今日のトピックはマイクタイソン vs ロイジョーンズジュニア、レジェンズオンリーリーグ。<laughs> とこの試合いつでしたっけ？ああ11月28日。日本では29日です。おお11月29日。明日 Sunday 日曜日です。うん、Happy Sunday。この試合のえっ、ー、ともっと詳しい勝敗予測。うんうん ちちっちゃな細かいディテールなんで、えー、何々選手が勝つのか、まあ、メインチャンネルから来てる方は分かると思います、うん、僕たちはロイ・ジョーンズジュニアーあ僕はねオトは分かんないけど、えー、その訳を今日話していきたいと思います、うん、でなんかボクシングテクニック、うん、ボクシングテクニック以外の理由で、うんえー、ロイ・ジョーンズジュニアーを選んだということだったんですけれども、うんうん、それをちょっと。 それはどういうことですか、うん、そうだね。えー、っとそれをそれ,あそれについて話す前にあのこの試合8ラウンドっていうのを忘れてしまいましたね。うん、まあみんな知ってると思いますよ。知ってるかな見る人は知ってるよ。まあ一応あ8ラウンドの試合です。で普通僕たちあのファミリータイムはすごい細かいテクニックを説明してそれでどっちが勝つかをあの選ぶんですけれども今回の試合に対しては。 あまりマイク・タイセンの最近のトレーニングとか最近試合やってないからあんまりよくわからないじゃん。うん、なのであのボクシングテクニックを分析してもあんまりどっちが勝つかっていうのをよく見れないから、はい、それなしであの勝敗予測しました。うん、でファミリータイムチャンネルではマイク・タイセンはまだパワーを持ってます、一発あると言いました。でもロイ・ジジョンジュニアは あの2年前までプロ試合してましたであの年を取ってから自分の体が変わってきますねはいでロイジョン Jr その年を取った体を使って試合に出てあのもうできるものあできないものに合わせて戦い方を変えてトレーニング方法も変えてきたと思います、うん、だから経験があるっていうことですねうん マイク・タイソンも経験があるじゃないですかあるけど年を取って試合をしたり試合のためにトレーニングする経験はゼロです<ー>ちょっと変わ,変わってると思います、うん、で引退してからロイジョン・ジュニアはあのアクティブでしたでボクシングから一度も離れなかったです、うん、引退しててもトレーナー役割をやって、あのー、やっぱり考えるものもまだボクシングでした、はい、でも 逆にマイク・タイセンはあのー、15年間ボクシングから完全に離れて体重も増えて肥満レベルまで行きました。はい、で、マイク・タイセンキャリアの後半の方では試合中に怪我をするのが何回かありました。はい、膝痛めました。背中も。はい、I broke my back でもありましたね。 体的に普通は無理です。うん、15年間もやってなくて、何ヶ月間トレーニングして、自分体力を付け返すのは難しいと思います。はい、本当にあのマイク・タイセンが Real Life Rocky じゃないと難しいです。うんはい、で、その理由で僕はロイ・ジョン・ジュニアルが勝つと。 考えてます、はい、でもあのー、マイク・タイソン僕の一番好きなファイターだよ。はい、はファイブリファイターなんだけど今回はさすがにマイク・タイソンでも無理じゃないかなと思ってます、うんうん、難しいですね15年間から戻ってくるのはいや想像できないです。うんあのー、一番近いのがあのジョージ・フォーメンの復帰ストーリーかな ?10 年。 10年でも確か35歳、うん、そこら辺で復帰したから、うん、ちょっと違うんじゃないでもマイクタイソンが KO したらすごいよね KO する確率はあると思いますか KO する確率はあると思います当たれば KO できると思いますよ、うんうん、でもロイ・ジョン・ジュニアは経験を使ってあの 勝てると思います、うん、ということは一発も当てさせない一発をもらうかもでもクリーンヒット顎にいいのをもらうか見えてないパンチをもらうのはあんまりないと思いますロイジョンジュニアは最も最近引退試合を見たんですけれども、はい、あのまだすごい上手うまく戦えると思いますをってもその 年を取ってからの戦い方をよく知ってる感じでした。はいはい、うんまあそれは正式のボクシングマッチじゃないですか。うん、10, 10ラウンド多分10ラウンド,ウンドですよね相手が8歳年下のあプロボクサーでした。はい、49歳か、まあ、41歳のボクサーという。うんうん 二人ともちょっと年取ってるけどねマイク・タイソンじゃないよね、うん、マイク・タイソンみたいな怪物でもありませんし <laughs>、えー、8ラウンドじゃないですか今回で2分の、ね、あと2分二分,分ラウンド、うん、2>, 2分8ラウンドなのでルール的にはマイク・タイソンが有利なルール、うんうんうん、いきなり速いスタ,スターターターファストスタ,ーターだからね最初は危ない8回 続けられるかかどうかあそうですね、うんえー。なおと思いっきり30秒ダッシュしたら、どれくらい疲れると思ううん、めっちゃ疲れますね。でしょう、だから2分は短いって言うんだけど、ほんとそんな短くないです。まあ、2分と3分を比べると。違う。違う。で、経験のあるファイターって、そういう長い試合の方が有利、うん、っていうのはありますか経験 うんありますねそれとも短い試合の方が有利いや長い方が普段長い方がいいですね、うんあのー、長い方がいいです相手のも,うもしも相手が体的にフィジカル的に強ければ、うん、その体力が下がると、うん、もうイーブンっていうか自分の方が上じゃん、うん、っていうことは長い方がいいうんうん、うん、その経験を使うチャンスがある がないとそれもでもねとということですよね2分は長いって思うよ本当に、うん、いくらあの2分って言っても、うん、で8ラウンドでしょま,まあでも3分より短いでもロイ・ジョーンジュニアもパンチ当てられるよ、うん、だからどういう展開になるのかを聞きたいの僕はうん、うん、それは 2, 2つパターンでやりたい マイク・タイソンが勝つのとロイ・ジョーンズが勝つのとマイク・タイソンロイ・ジョーンズが勝つとしたらマイク・タイソンが入ってくるときにうまくホールディングをするでパンチのパワーを防ぐ、うん、でマイク・タイソンがちょっと疲れてきてちょっとイライラしてくるとパッ,パッ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 とパンチを当て始める。 中からでも近い距離からでも当てる、うん、で判定で勝つ、うん、マイク・対戦が勝つとしたらどこか8ラウンドの中で一発いいのを当てる、うん、で聞かせるで多分 KO するかなうん、うん、という感じかな判定でも勝てるけど KO する方が 想像できますあ一発ダウンを奪うと勝てますね。判定が難しいですよね。6ラウンド勝たないと。そうそう。6ラウンド勝たないといけないから。まあ最初の2ラウンドは勝つじゃん。でそこでダウン取ったら判定でも勝てますよ。ダウン取り返すしかないですね。ジョーンズニア マイク・タイセンのケガとその長いオフの時間が、あの、just, know, too much mm. いつも、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 いイも、いつも、いくも、just, like, this is, 信じられないつ、uh. <laughs> うん、もあるし、いつも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 、いついつも、いつも、いつも、 そこでもうロイ・ジョーンズって思っちゃうもん、うんうん、そうでもそれができるのができるとしたらマイク・タイソンしかいないんじゃないうーんそうそれもそうだねマイクス・ス、ま、カ、あ、フィジカル体やばいもん普通の人間の体じゃないから、うん、<laughs> そうですよねだからマイク・タイソンがもうそれ8ラウンド2分動けたら僕は ねああね、人生でこういうのもあるんだって思ってしまいます。うん、こういう人間もいるんだ。こういうのもあるんだって思うんですけども、僕はかなりリアリストなの。だから見たら信じる。あ見るあそれまでは信じない。そうですね、ロイ・ジョーンズジュニアがタイソン選手を KO することはあると思いますかあタイソンが判定までいかなかったら、自分でやめる うん、か怪我で、怪我して自分でやめるっていうのも、かなり絶対あると思います。うん、結構、何て言うんでしょう、がっかりする試合になる感じじゃん、<laughs> シンジの予測は。がっかりする試合になると思う。ファンががっかりする試合、うん、だって、ロイジョン・ジュニアが勝つだけでがっかりするもん、みんな。もう、そうですかね。 ロイ・ジョーンズ・ジュニアのファンもいっぱいいると思いますけど、うん、でもみんな、うん、でもタイソンに勝っ,勝ってタイソンの方が、まあ、確かに認知度ありますしみ、うんな、うん、タイソンの KO が見たいから KO 勝利を見たいのその若いタイソンの KO が見たいですよね面白いよねみんなまだそのマイク・対戦を覚えてるの、うん、あんなに特別な選手だった かそれほど特別な選手だったんだなって今思いますね<ー>それを見ると試合がそんなにそれほどエキサイティングだったもん試合とあと彼のファイトスタイルファイトスタイル何をやるか分かんなかったもんだって毎回、うん、試合をするだけでなんかめっちゃなんか事故みたいなのがあるじゃんめっちゃなんか喧嘩を始めたり乱闘が始まったり、はい、本当にそれ、はい、そんなのがあったから キャラクターがすごかったねでもマイク・タイソンの後半のキャリアもみんなマイク・タイソンの試合を見たかったんですけれどもでみんな期待してたんですけれどもそんなすごい昔若いマイク・タイソンのような試合を見せれなかった、うんうん、見せれなくて最後は結局もうあのファイターのガッツとハートはないんだけどお金のために試合に出てた、うん、と言って。 あの試合後引退したのはいうん,なんか引退試合とかもあのやんなくてやんなくてそうなんかもうや,やっぱりやだってやりたくないってやめたうんうんで最後の2試合は一応先績を見ると慶応負けなの <はい S 2> でも慶応じゃないんですホ <うん S 2> 本当にもうやりたくないでやめたそうですねモチベーションがなかったからねモチベーションでも今回はモチベーションがめっちゃあるって言ってる タイソンは打たれ強いもんね。打たれ強いよ、うんい。KO 負けはあるんですけど、失神 KO はない。一<い>回もない。うん、でもロイジョン・ジュニアは何回かある。特に、あのー、キャリアの後半の方では、うん。なので、タイソン次第ですね、タイソンがどれくらい仕上がってくるのか。うんうん、まあ、タイソンはあのー、ガチで来るのは100%みんな。 あの期待できると思います、うん、それしかできないもん <laughs> だから仕上がりですねうんでもそれなんか自分が思う通りに動けるのかは分かんないよね、うん、体,体がついていけるのかどうかそうだねそれがビッグクエスチョンだねでタイソンがやりたいことに対してタイソンの体についていくよりもロイ・ジョーンズ・ジュニアがやりたいことに対してロイ・ジョンズ・ジュニアの体がやりたいことに対してロイ・ジョーンズ・ジュニアの体が ついていてく方がありえるまあロイ・ジョーン・ジュニアはそうだねありえる2年前に試合出てたもん、うんうん、もっと感覚が感覚を覚えている感じですね試合のセンス感覚もあるしの体のセンス感覚、うん、10ラウンド3分10ラウンドやったからねうん、うん、2>, 2年前にはいなのでそういう面でロイン・ジョーンズ・ジュニアの勝利を予測いや、yeah. て、ね、いうことそうだ、ね、なんからタイソンがいくらタイソンでもあんなに15年間も何もしないで戻ってくるのは無茶無茶すぎる無茶すぎると思いますという理由うんそうですね人間の体には限界があるんだよちょっと限界がうそうだねちょっとリアルに考えると難しいじゃん、うん、当たり前に、うんうん、誰に聞いてもそう思うと思う まあタイソンじゃなければみんな当たり前でしょうでしょうでもなんでタイソンだったらそれが変わるの<う>タイソンは人間だよでもタイソンは一番人間っぽくないうんみんなそうそう思うのでもタイソンが誰かができるとしたらタイソンタイソンがねそうだねでもそのそキャリアの後半の方でもみんなそう思ってたと思うようん,うんでも先ほど言った通り それはモチベーションの問題だったうん、うん、そうだねまあ本人はそう思ってたと思うよなんかやっぱりボクシングコミュニティと WBC もみんなタイソンに勝ってほしいじゃないですか勝ってほしいよ、ね、なのでそういう何て言うの運営のバッキングって結構強いと思います <laughs> うんうん試合も延期されたからねなんか YouTube でトレーニング動画ってあんまりないんですよタイソンの。 でも、うん、ロイ・ジョーンズはありますね<ー>ロイ・ジョーンズのパンチやばい、うん、早い、うんうん、で誰の方が優れたボクサーに見えるかって聞けばまあロイ・ジョーンズ、うん、になりますよね、うん、でもタイソンのスタイルって誰もやってないもん、うん、特別だもんタイソンしかできないもん そう誰もタイソンのスタイルやってないから誰の方が優れたボクサーに見えるっていうともちろんその普通のボクサーってなるんですけれどもだからタイソンの最初のキャリ,キャリアの初めの頃みんな批判してたじゃん彼のスタイル僕、うん、これはボクシングのパワー基ルが基本があってないってで言っても 確実に勝ってて慶応してたからたどうなんちゃいろいろ考えることが多いですね、うん、うんまあね、うん、でもみまああのオッズはマイク・タイソンが勝つって言ってるやねうわでも、ね、2003年にそのこのあのロイジョン・ジュニア vs マイク・タイソンが話題にな,なってた頃は、うん、それでもロイジョン・ジュニアその時はロイジョン・ジュニアが勝つと思われてたよ、うん、あの なんでそれが変わるのなんでだろうね。そしてインスタのミッドウチ、本当にそれで、それで。で、ロイジョン・ジュニアも何回か KO 負けしたから。うんうん、何回か KO 負け versus15 年間ボクシングをやってなかった。Not 比べ物にならないじゃんあ。15年長いですよね。<laughs> まあ、タイソンが人間であれば無理。 いや本当にそうだね。人間であれば無理ですですも特別だよね、13歳で9 0キロの筋肉。普通じゃないよ。想像してみてなんかあ、僕3、4回ぐらいボクシングジムに通ってて。No, just, uh, 皆さん、そ、うんなことないあれアマチャア,ア,アボクサー、今、oh, 日、okay, okay. アマチャア試合に出よう。うん、週5回ぐらい練習してるから <laughs> やってみようってリングに上がったら、その13歳の9 0キロのモンスターが向こう側にいる。<laughs> <No> おかしいよもう一発もらって倒れるよ。おかしいよ。諦めるよ。<laughs> そんなの。じゃあ、知ってる方、木村稔フィリップに2 0キロ筋肉をつけて、でそれが13歳。<laughs> それがタイソンだったあ。それは信じないよね。信じられないよ。うん、18歳でもギリじゃん。18歳でも信じないよ <laughs> <laughs> ありえないじゃん。<laughs> <laughs> 面白いね。 1> うん、で1 5十五歳で全国うん、うん、そうすごい、うん、アマチュアですごい全国アマチュアチャンピオン、うん、いろいろタイトル獲得しましたよ、うん、やばいですよ、うん、やっぱり普通の人間だと絶対無理,絶対無理でもマイク・タイソンだからちょっとチャンスがある、うん、ということはタイソンの何応じて彼の 化け物どうなんていうのそのあ<ー> <laughs> それ,それを入れての25%そうですねそうですねまあ不可能とは言わないけどねでもタイソン以外だったら絶対不可能いやタイソンでも不可能と思ってるもん僕は <laughs> <laughs> 15年間ね密かに練習してたとかありえると思いますかそれはないよねマイク・タイソンらしくないね うん。まあこのレジェンズ LOL、レジェンズオンリー,リーグ、続けてほしいです、うん。そうですね。ジェイク・パワー vs. ネイト・ロビンソンもあります。YouTuber vs. バスケ選手。まあ YouTuber とプロボクサーなんだけど。あ一応プロボクサーですよね。<う>うん、Vs.NBA プレイヤー。うん。うん、それは楽しみですね。KSI のボクシングトレーナー。おぉ、ビデオ・ライリーさん。もう、えっと、元 UFC ファイター。 あ、そうなんだ。うん、元 UFC ファイターと MMA ファイターとプロボクサーと戦うの。おお<ー>。シャッド・カルターと戦うし、<ー>普通のプロボクサーも対戦カードに入ってます。うん、面白い、面白いよね。ワー、ねうん、ワーで見れますね。ワーワーで見れるけど、どれぐらい？多分ジェイク・ポーとマイク対戦ぐらいまで出るんじゃない？なうんうん。まあそれで。 それででそそれれ面白いけどそれはそれで面白いですね。ビドル・ラリーのも見たいけどね。あ、見たいよね。僕は楽しみにしています。絶対試合を見ます。まあ、がっかりしない結果になってほしいですうん、2人ともいい試合して、誰も怪我しなくて。うん、それが一番いいよね。うん、まあ、怪我しないって思うけども、KO 決着が一番盛り上がるよね。 まあ KO だけだったらいいんだけど KO とケガは嫌だねあなるほど <laughs>、うん、皆さんはどう思いますかぜひ感想をコメント欄にお知らせください <Yes. S 2>、はい、格闘キャストではこういう格闘技トピック次の勝敗予測などなどいろいろまあたまにゲストも入ってきてます no, <yeah. S 2> えー、こういう動画を見逃さないためにこのチャンネルの登録ボタンを押してチャンネル登録 してください、mm hmm. コメント欄にぜひ皆様の感想や意見を入れてください。僕の名前はナオトです。シンです。This is 格闘キャスト最後まで見てくれてどうもありがとうございました !We'll see you again soon! バイバイ